3、はい、ジェイコムからお届け札幌ジーンズ館皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは北海道大学コーステップ特任助教のパクヒョンジュンさんです。はい、パクヒョンジュンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。パクさんということは韓国からいらした、はい、そうなんですよ、ね、韓国出身です。いやもうね、日本語も普通にこのスピードで、普通のスピードで話しても大丈夫ですもんね。なんとか食べていくために頑張ってるので素晴らしい優秀な先生でいえいえ、日本に来てどれぐらいなんですか？もう11年経ちました。札幌歴どれぐらい？札幌は2年ぐらいですね。そうなんですって。先ほど北海道大学コーステップとご紹介いたしましたけれども、はい、バックナンバーでもねご出演いただいておりますけれども、ね、改めてコーステップってどういう場所か教えてください。はい、コーステップは科学技術コミュニケーション教育研究部門の頭文字を取ってコーステップになっています。はい、研究者の方と市民の方の橋渡しができるようなコミュニケーション、うんうん、いわゆる実践、いろんなさまざまなイベントをやったりとか、はい、講義をやったりとかするような、理論と演習と実践っていうようなところを通してコミュニケーション、サイエンスコミュニケーションをやってる。そう、サイエンスですよ。難しい話を柔らかく、分かりやすく、分かりやすくっていうようなことをね。もう卒業生もたくさん出て、学生さんも、それから社会人もね。そうなんですよね、はい、社会人も学生も一緒に受けれるような、1年のコースになってますので、そうなんです。ぜひご応募いただけると嬉しいです、はいはい、今年は芸術祭もありますから、コーステップが発信するものいろいろねチェックしていただきたいなと思います、はい、ありがとうございますさあ、そんなパク先生ってどんな人というあたり、今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日はこちらになります。じゃーん、いろんな言語を使って遊ぶ、放送部に命をかけた、遊び場は母のアトリエ。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。じゃあ初めにですね、パク先生ってどんな研究をされていらっしゃるのかというのを、はい、いや今日もね収録に入る前にいろいろ教えていただきながらね、はい、どこから紹介するっていうぐらい、もういっぱいいろんな研究をされていらっしゃって、いろんな言語を遊ぶとさせていただきましたが、はい、これ例えばどういうものですか？結構自分の中でこの言語っていうものがいろいろありまして、韓国語と日本語って分かりやすい、はい、言語としてあるんですけど、はい、造形言語、造形言語、映像言語、映像言語はそうですね、いろいろ自分の中では、外国語みたいなものとして取り扱っているんですけれども、これは造形言語プラス、韓国語プラス日本語を使ってる、作品でした、はい、よく見ると、コク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 、カタカナでねコクコク書いてあります、書いてあるんですけど、そのコクコクっていう日本語のオノマトペ自体が、時間、動きで時間を表してる、コク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 と動きが見えるようなもので、コクコクって書いてある時計だったり、だそう、見える見える、そうなんですよね。で、上は韓国語でチェッカチェッカっていう風に書いてあるんですけど、それも時を表すようなオノマトペで、すごい時を刻んでるような形に見えていたので、チェカ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 って書いてあるような時計を作ってしまいました。韓国語もこうやって見るとなんかちょっとデザインが効いてて綺麗なもんです ね、韓国の文字ね。韓国語もすごい面白い言語ではあるんですけど、こっちに来て日本語を学びながら、あと韓国語を教えながら、改めて見るようになりまして、韓国語の美しさって言いましょうか、面白さみたいなところだけじゃなくて、造形的にも綺麗だなっていうふうに思っていて、作品をよくこう作品に取り入れるようになりました。その表現のものも写真であったり映像であったり、それを言語のように使い分けて表現していくと。札幌駅の方でもイベントやったってことだったですけど、はい、そうですよね、札幌駅 の、はい、JR アットボックスっていうところを、はい、東コンコース の、6シッターの隣ぐらいのショーウィンドなんですけど、はい、12月から2月まで、はい、フォトスポットっていう展示をやらせていただいてました、はい、でどういうものだったんでしょうか？そうですよね、これにも韓国語と日本語が書いてあるんですけど、写真を撮ることはどういうことなんだろうっていう問いを皆さんに書きたかったっていうようなところで、
パシャっていう日本語と、うん、韓国語でパシャを意味するチャルカっていう、はい、あのこう重ねてるけどその言葉が重なってデザインされてる。そうなんです。でこれで韓国の人が通りかかると、うん、チャルカって読みますし、日本の人だったらパシャって読んだりするんですよね。もうこういうそう言われるとこのデザイン素敵ですね。若干無理やりそういう風に見せるようにデザインしたっていうところもあるんですけど、おしゃれおしゃれ。ただそういうあの日本語と韓国語の間に、まあ、偶然かもしれないんですけど、うん、何かつながりがあって、でそれが物語として入るような作品にしたいなという風に思っていて、はい、まあ、こういう、まあ、パシャっていうような光がずっと移り変わっていて、うんうん、その前で自撮りをしてアップする、うんうん、いろんな光るパネルみたいのがいっぱい飾られてる前で、うんうんうん、みんななんか自撮りした写真をどんどんウェブに上げてった、ね、あれが作品になるわけですか、うんうんうん、あれが作品、あの行為自体が作品だったりしていて、まあ、最近みんなスマホでパチパチ写真撮るんじゃないですか、はい、でその撮った写真もどこに行くんだろうっていうような疑問もありますし、うんうん、その写真を撮るっていう行為自体が、うん、まあ、昔よりは手軽になってくることで何が変わったんだろうっていうような疑問がいろいろありまして、で作家が作品作って写真撮れっていう風に言ったらみんな撮ってくれるのかっていうような疑問もあったり、で私が呼びかけて撮った写真を集めることが、まあ、皆さんにとってはどういう意味があるのかっていうようなことだったりすることが考えられるといいかなと思っているんですが、うん、まあ、ただそのパシャとチャルカ、その韓国語と日本語の写真のオノマトペの関係性だけ、はい、ちょっとあ面白いかもって感じてくださってもいいのかなと、はい、韓国語も割と言葉の中だとオノマトペたくさんある言語なんですけれども、同じ現象なのに、はい、こう表現する言葉が違うっていうようなところが、はい、だって写真のこの音は現象としては一緒じゃないですか、ただそれをパシャッと読んだりチャルカって読んだりしてる感覚が面白いなと思っていて、はい、そうなんです、うん、そんなイベントだからいろいろね言葉を遊びながら、あと表現方法も、の静止画もあり動画もあり、ね、紙もあり、そうです、ね、物もありみたいな、確かに、うん、いろんなデザインをしながらあの遊んでいく、研究者でありアーティストである、はい、パク先生でございます。目指してます、はい、さあそんなパク先生どういうふうに出来上がったのかというあたり、はい、だんだん今日は遡っていきますよ、うん、2つ目のキーワードこちらです。じゃーん、じゃじゃん、放送部に命をかけた、うん、これあの学生時代の話ですが、はい、あの皆さんご存知だと思うの、韓国の方はもうものすごいその受験勉強してね、あのいい学校に上がってっていう、もうものすごい厳しい、よくあるその受験会場にパトカーに誘導されたってニュース毎年流れますけどね、本当にあの飛行機が飛ばなくなります本当なんだ、聞き取りの試験があるので本当に飛ばないんですけど、30分ぐらいは、はい、そうなんですか、本当みんな命かけていて、朴先生がいらした学校も本当にもうすごい受験校だったんですよ、はい、受験校なんだけれども、だから部活するって珍しかったんですってね。そうですよね、部活は他の学校よりは割とある方だったんですけど、韓国の学校は日本の部活に比べるともうほぼ活動がないに等しいぐらい全然部活に興味なくて、はい、っていうか興味持てない状況なんですけど、勉強忙しくてね、そうなんですよね、うん、まあ、ただなぜか放送部に魅力を感じて、はい、中学校ぐらいから放送部作って大学、あの中学校の中で勝手に作って作れみたいな、勝手に作ってやってて、で高校に入っても放送部もがっつり命かけてやってました。だからもう韓国の高校生が部活頑張るとなったら勉強も頑張らないとできないから、そうなんです、すごい大変だったそうでね、あの勉強できないと勉強ばっかりやらされるから、あ勉強も頑張って放送部の頑張っているような感じでした、うん、番組いっぱい作ったんでしょ。いっぱい作りましたね、うん、なんか朝の番組と昼の番組と夜の番組があって、はい、でそれ毎週毎日やってたので、はい、よくやったなと思います今考えてみると自分で自分を褒めたいんです。本当に勉強も部活も頑張って、もう韓国の高校生には珍しい部活に命をかけて頑張って、うん、大学だからパクさんもちょっと大学厳しいんじゃないって言われてたんですってね、うんうんうん、もうあの放送部ばっかりやってると大学なんか行けない、うん、
ないよっていうふうにもうあの一浪しちゃうよっていうような話をもう1年の時からずっと言われてたんですけど、結局私が進んだ大学があの芸術大学だったので、うん、放送部の活動をやりながら見た映画とか読んだ小説とか本とかがすごい役に立っていて、で結果から言うと、うん、まあ、放送部の活動で大学入っちゃった。はい、誰よりも早く入りました。8月ぐらいに決まりました。これすごいすごいことでしょ。やっぱりすごい8月に。そうなんですよ ね、 なかなか珍しくて、あの大学自体も結構あの高校生だけじゃなくて社会人のそれこそお医者さんがまた入り直ったりとかするような、あの本当にまた珍しい大学だったんですけど、あのおかげさまでっていうような形で入りました。そうです。だからもう本当に大学時代ももう映像のこととかいっぱい勉強したんですってね。うん、そうですね、結構放送映像が専門だったので、うん、その放送が出来上がるまでのいろんな立場、うん、まあ、演出、撮影、編集、はい、照明、編成、シナリオ、本当に一通り全部やったんだ。もう全部やりました。でも実践とかを通してやってたので、いわゆる皆さんが今あの見てくださってる韓流ドラマの一部は私が制作現場にいたっていうようなものだったんですけど。あ、そうですか。そうですね、まあ、それのかてらに、まあ、ドキュメンタリーとかも撮っていて、で自分でさ、まあ、ドラマも撮ってたりとかしてました。そこの大学出てからすぐ日本の大学、日本大学どこ行ったんでしたっけ。日本は武蔵野美術大学の武蔵美に行かれたんです。武蔵美の修士と博士課程いたんですけど、もう全然日本語喋れない状況で、来てよく来たなと思うんですけど。あの日本の大学にあえて入り直したっていうのはどうなんですかね。何を勉強したくて日本に来たこと自体は外が見たくて、うん、一番近くて一番遠い日本っていう国が、あ、もう本当わけわかんなくて、これは住んでみないとわけがわからないっていうようなことになって、実際行って住んでみたいという形になってもうあのこっちに来ていたんですよね。特に映像とかで映る日本のイメージがもう本当に幅広くて、まあ映画、バラエティ、ドキュメンタリー、もう全部違うんですよね。あのよくね、あの日本人はおしとやかなおとなしいイメージがあるのに、うん、バラエティーでなんであんな暴力的なこと OK なの、これ外国人の方よく言いますね。そうなんですよ、まさにそこがものすごい面白くて、本当、あのなんでそうなっているのかっていうようなことに興味を持ってくるようになりました。そういう、こう韓国と、東京と、東京長いですもんね、はい、東京長10年ぐらい近くいて、はいはいはい、そして札幌も2年ってことですけど、その場所柄みたいなことってお感じになることありますか。うんうんうん、そうですよね、札幌はまず日本語が通じる違う国っていう風に日本語が通じる違う国っていうイメージ、東京とは違う国だっていう、まあ、東京が違う国すぎるっていうところもあるんですけど、あ、まあ、自然環境から皆さんの何て言いましょう、うん、考え方とか人の接し方とか、うん、それこそ食べ物に対する意識だったりとか、うん、もうちょっと違うなっていうようなところがあって、うん、それが違うから嫌だっていうことよりかは、はい、また新しい刺激としてすごいいい方向で働いてるんですけど、はい、もうやっぱり札幌はもう自然に対する体制、おおらかだってね。そうですよね、ちょっとおおらかな感じ、これ良くも悪くもよく言われます。そうなんですよ ね。でもおおらかさは考えてみると、うん、東京とソウルの間ぐらいかなっていうような感覚もちょっと私の中ではあるので、うんうんうん、たまにソウルに帰ったような感覚を感じたりするようなこともあります。東京よりも札幌の方が韓国に近く感じる。韓国に近い、そう、まあ、韓国っていうよりかはソウルに近いっていうようなイメージなんですけど、へ、うん、札幌の人は東京の人よりも熱しやすく冷めやすいみたいなのも言われますけど、まさにそこです。まさに熱しやすく冷めやすいっていうようなところは、はい、韓国の人の典型的な特徴なので、はい、そうですか。なのでここに来る前までは札幌にゆかりがなかったんですけれども、まあ、親しみやすくなったっていうような原因にもなったんですかね。そうかそうか、札幌に来て初めて知った、うん、そうなんです。ああ、なんか札幌って東京よりも韓国に近いなって、うんうん、そういうふうにお感じになったパク先生でございます。さあ、もう一歩遡ってみたいと思います。はい、3つ目のキーワード、こちらです。じゃーん、
ん、遊び場は母のアトリエということで、放送部の話聞きましたけど、はい、お父さんが何やってる人でしたっけ？父は建築の仕事をやってまして、お母さんが、母が陶芸家です、うん、陶芸家だったんですって。だからこれはお母さんの、まあ、お仕事場、アトリエだったのかな。そうですね、うん、子供の時からもう全然言葉とかもできない時期からずっと母のアトリエで遊んでいたっていうところもありますし、あ、まあ、幼稚園入ってからは家の一角が母のアトリエだったので、もうなんとなく母のアトリエで遊ぶようになっていたっていうような、ちっちゃい頃から土こねるのが当たり前に育った。そうなんですよね、土こねるのはもうみんなやってることだと思ってたんですけどはい、お母さんどんな方なんですかね。うちの母は誰よりもお姫様だと思います、うん、いいとこのお嬢さんだったらしいよ、はい、すごいエリートだったんでしょ、うん、陶芸家としてね。でも作家ってやっぱり繊細なので、うん、繊細さだったりこだわりみたいなところもあって、あ、まあ、そういうところには多分負けないくらい私にも身についてきたのかなとは思います。で、母は結構日本にも興味を持っていたし、日本で、はい、展覧会もよくやっていて、 はいはい、あと、まあ、日本留学含めて、うん、自分がやりたいことを気づいてみたら全部私がやってたみたいなことを言ってたんですね。で、一人暮らしもやってみたかったっていう話だったんですけど、私結構私も一人暮らししたことないから、実際もそうだったらしいんですけど、ほんとほんと、まあ、そういうことで、うん、まあ、自分の生活をきっちり自分で作って、うん、やりたいことを、うん、エネルギッシュにやってるっていうことがすごい羨ましいって言ってくれていて、うん、そうですよね、まあ、誰よりも、まあ、応援してくれるっていうようなことだと思うので、うん、一人娘がね、私もやりたかったこと全部叶えたわってね言われることあるそうですよ、うん、今も陶芸されてるんですか、お母さん。そうですね、そう、やっぱり作品を作るっていうことは、うん、まあ、生きるにおいて、うん、とても大事な行為だとは思っていたの で、ね、うん、札幌で作り始めましたっていうようなところがあったので、うん、その辺の、まあ、作品をまた作り始めた、はい、そのあたりのプロデュースをパクさんがされたんですってね。そうなんですよ。で、母をプロデュースするっていうようなことは、うん、もう誰よりも難しいんですけど、うん、そうか、多分知りすぎて難しいと思うんですけど、うん、まあ、その分、はい、まあ、好きな人の作品活動を応援したりする、うんうん、ようなものは私の中でも結構チャレンジングなことでもあるので、あ、はい、まあ、これから札幌で展覧会できるといいかなと思ったり、うん、プロデュースの内容がその陶芸をいろんなところで作るっていう、うんうん、そうですね、はい、で、まあ、やっぱりこう一箇所でずっと作るっていうようなパターンが多いんですけど、うんうんうん、いろんな都市を回りながら、うん、そこで、まあ、同じぐらいの形の器を、うん、その土地の土と、うん、釉薬で作るっていうようなパターンでやってまして、で11月はに、まあ、札幌のアトリエで作家さんにお世話になりまして、そこで作って、今はインドネシアのヨクジャカルタにいて、面白い、その土地土地で同じような形のものを作るとやっぱり土が違えば作品が変わってくるから、アートですね。テイストが全然違うので、まあ、そのプロジェクト自体も結構面白いかなと思っていて、うん、まあ、そういう活動も、まあ、人生長いですし、うん、作っていけたらいいかなっていうふうに思ってます。いや面白い。今年は芸術祭もありますから、はい、本業の コーステップの方でも、はい、いろいろ市民の方とこうキャッチボールするような、うん、企画がいろいろ出てくるでしょうね。そうですね、あと、うん、コーステップはやっぱりサイエンスコミュニケーションをやってるところですので、はい、まあ、サイエンスとアートの関係性を作ったりとか、うん、まあ、その中で生まれるコミュニケーションを大事にしたいなというふうに思ってます、うん、はい、ぜひウェブ等でチェックしていただければと思います、はい、ということで今日のゲストは北海道大学コーステップ特任助教のパクヒョンジョンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。